すいません、失礼いたします。本マグロになります。はい、ゆうかと申します。お店ではホールスタッフをやってまして、洗い物とかお客様の接客を行っております。はい、マグロの漬けがすっごく美味しくて、しかもその漬けダレがですね、食べたことのないくらい香りが良くて、私はそれが今一押しです。難しいですね。ほがらかですか。はい、すごくいいお客様が多くて、いつもお酒をいただいたりとか、楽しく会話させていただいております。半々ぐらいでご夫婦で来られる方がいたりとか、お仲間で来られる方がいらっしゃいます。40代から60代ぐらいですかね。70代の方もいらっしゃると思います。はい、握るお寿司がすごく美味しくて、でそこからちょっとお声をいただきまして、ご縁いただきました。そうですね、あと人柄ですね。はいはい、はいはい、水割りでしょうか。めちゃくちゃ簡単です。はい、はい、ないです。まだ怒られてません。あ、じゃあ罰で。はい、すごく働きやすい職場なので、ぜひ応募してください。お待ちしてます。坂本雄二と申します。年齢は41歳です。寿司有限の、店主をさせていただいてます。私は宮崎県都城市というところ出身で、18歳で高校卒業して大阪のお寿司屋さんに勤務しました。巨人ファン多いですね。巨人か昔やったらダイエーですね。今はソフトバンクですけど。小さい頃に両親の知り合いのお寿司屋さんの職人さんを見てかっこいいなと思いまして、それで夢を与えられたので、そのまま夢が変わらずお寿司屋さんになりました。前職のお店も福島区でしたので、こちらのお客さんも歩いて来れる距離の店舗を探していたところ、ここが見つかったのでこちらで創業しました。仕入れと仕込みを工夫して、なるべく美味しいお寿司をいろんな人に安く食べていただきたいというのが僕のコンセプトです。私自身も魚屋さんの方に行って、魚屋さんとお話をしながら、自分でも目利きをして仕入れさせてもらってます。
ウニ、こちらはまあその魚屋さんも間違いないので、まずはそれを海苔を巻かないでご飯の上に乗せてもらってお塩だけで食べていただきたいです。あとはマグロの漬けですね、醤油の漬けだれはこだわって作ってます。そうですね、寿司職人になってやっぱ一番良かったのはカウンター仕事なので、目の前で感動がすぐ伝わるっていうのが嬉しかったです。今でも嬉しいです。それは握ったお寿司を食べてもらった瞬間に美味しいって言われたら、やっぱそれが一番の褒め言葉だと思ってます。今のところ私一人で調理させていただいてますので、コースで税込み8800円でやらせていただいてます。チョコだで表すと、はい、何やろ、はい、心です。心こもったお寿司を握りたい、心に残るお寿司を握りたいという意味で心にしました。未経験でも全然大丈夫です。お寿司がお好きな方、お寿司屋さんに興味がある方、応募お待ちしてます。